部活の話し合いで昼休み潰れたな購買に行く時間もないしご飯は別に食べなくてもいいか朝さひ先輩こんにちは今から購買に行くんですかそのつもりだったけどチャイム鳴っちゃいそうだから教室に戻るところだよひょっとしてお昼変えてないんですかだったら これどうぞ。焼きそばパンはい。とっても美味しいんですよ。いつも二三個買っているので、よかったら。って、そうだ。先輩、こういう惣菜パンって好きじゃなかったりしますかうんうん。そんなことないよ。じゃあ、お言葉に甘えてもらっちゃおうかな。よかった。ぜひ食べてみてください。 ありがとう、星野さん。大事に味わって食べるね。